ラッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ、岩山トンネルフラッシュなしで抜けてみた千球眼さんの作業です。おめでとうございます。結構難しい。フラッシュ使わないでやっちゃって、データ消した、消しました。消したタイプでしょ。本当にそれで抜けられないまま洞窟でセーブしちゃって、一生もう洞窟さまようみたいな。だから無理だからデータ消しちゃった。クソどうでもいい話ごめんなさい。はい、ということで元国体短距離選手に 50m 走勝てる方法思いつきました。僕はいつもろくでもないことを思いつくよね。まだ分かんない、何をするか分かんないから。いや今回はいつも負けてますけどガチで勝てると思ってて、素人ランナースパイク VS 元短距離国体選手裸足 50m 対決でございます。やっ、そんな危険なことさせるな。あのちゃんとね掃除します。掃除して安全なレーンを作った状態で走らせます。安心していただいて。一人ゲスト、ゲストどう、はい、俺とお前の対決でしょ。はい、ゲスト呼んでんの。はい、スイさん。スイさん、スイさんお邪魔します。どういうこと。あのスイさんはどういうこと、どういうこと。今日たまたまいたので、ちょっと出てください。たまたまです。見に来たよ、わざわざだよ。1時間以上かけて 50m のために来たから。ちゃんとあのこれから撮るんで動画、はい、これから撮るんでね。やりましょう。スイさんのところでね、スイさんどう思いますよ。僕がスパイクで TKD 果たしだったら勝てますよね。ごめん、女子局には申し訳ないんだけど、はい、普通に勝つでしょ。何言ってたろうと思って。何サイズ最近当たり強いんだよ。そうか、どうなんだろうね。どうも、タムジョースパイク VS TKD のクロックスで対決したことある。ああ、はいはい、ギリギリ僕だったんですよ。で、あの時めちゃくちゃ走りづらかったんですよ。それより多分今回早いと思うんだよ、僕多分ボコせる。スパイクそんなすごいんだね。私スパイク履いたことないから。まずスパイク履いたことないですか。そう、履いたことない。スイさんに今度スパイクプレゼントしよう。そうだ、プレゼント企画します。スイさんにこの動画で宣言しよう。どこのメーカーですか。あ、じゃそれもわかんない。それもわかんない。皆さん、あのスイさんに履いてほしいメーカーのコメント書いておいてください。どこのスパイクがよろしいんでしょうか。アシックスって言っとけ。回し物から出ちゃってる。ユーバナスの T シャツ着てアシックスって言うな。あ、そうそう、仕事ください。早速あのまあ気になる対決になってますので。そうだ、まあやってみなきゃわからんわな。それはな、確かにスパイク相手の式は普通に速いんで、やっぱあの長距離選手とはいえスピードある方なので、やってみなきゃわかんない。 50m 6秒6ぐらいで走る。速いね。スイさんちなみにどんぐらいですか。50m。 はい、上がったことない。38歳9秒ぐらいかかるでしょ。38歳9秒は早い。早いよね。そうでしょ。38に見えな、18に見えな。あ、そう18歳。逆にバカにしてる。3個上の姉ちゃんみたいな感じ。いや嬉しいね、本当に思います。ちなみに 50m 何秒ぐらいだっけ。吉木さんの計測方法だと5秒9ぐらい。5秒9で、吉木さんが6秒6ぐらい。裸足ですから今日。そうですね。 50m の日本記録って5秒台じゃなかった。5秒7ですね。だよね。でもそれ測り方が違うんで、多分電光ちょっと話長くなります。わかりました。ダッシュで行こうぜ。しっかりね、怪我しちゃ意味ないんで、うん、石を取っていきましょう。お願いします。いや確かにちょっとすごいな、仙人みたい。その道で働いてたから。その道の人だよ。最後結局俺に任せんだか全部。じゃあ疲れた。腰痛え。腰痛えな。帰るか。帰ろう。裸足フォー。びっくりした。どうすか。トラック私は初めてだね。おい勝てそう。あ、やっぱ反発ないね。なんか反発をもらえてない気がする。裸足で何問か練習します。やべ、ちょっと早い。ちょっと早い。心なしかなんか強そうに見えんだよな。いや、なんかちょっと強そうに見えてきた。吉田、うん、強そうなんじゃないんだって。強いんだって。やがましいや。ダッシュで行こうぜ。ヨシキさんのショート見たことありますよ。ショートしてる。ないっすよね。スイさん、あれがスパイクです。あれがスパイクです。あれがスパイクです。輝いてます。輝いてます。キク君はいつもとフォームが違う。逆いつもとちょっと姿が違うと思いますけど、スイさん的にかっこいい。輝いてみます。いや、スイさん多分あれ夕日で輝いてるだけです。3割増しです。勝てそう。ちょっとね、緊張してるのが力む。力んでる感じ伝わるね。伝わりますよね、うん、もっと煽ってください。いけるよ。どうすか。靴のところが日焼けが気になっちゃって。そこどれ靴、ほら
履いてると白いじゃん確かにあの足の甲だけ白いみたいなね陸上選手あるあるですよ。頑張ってる証拠だけどダサいですね。あれはそれでは男同士の対決見守っていただいて、はい、ちょっと拝見させていただきます。お願いします。今日はスイさんになんとスタートしてもらいます。イエーイ、よーい、ドンかよ。うわ、めっちゃ遊ばれた。走りながら雑魚やって俺4回くらい言われた。めっちゃ悔しい。全然本気出してないっしょ、ええ、ダッシュで行こうぜ。お疲れ様でした。いやもう今日はいいよ、それして、これしていいよ。スパイクって偉大なんですよ、実は偉大さ、僕もあのスイさんに分かってもらえるかなと思うんですよ。ヨシキさんが僕のことを倒してスパイクあるとこんなに追い込めるんだねっていう、すげえ動画にもしかしたらなるかもって期待したんですけど無理でした。スタートしてもう 20m でもこうやって横向いてなんかボルトしてた20でも確信つけましたね。本当に走り方は全然違うよね。あー、やっぱそうですね、うん、違いますか。全然違う。あー、どう違う。なんかやっぱり、はい、もう肉食動物と草食動物チーターとかがさ、ワンワン行くじゃん、はい、こういう躍動感が。そう、それが武田君には超あるわけよ。よしき君はこうなんかほんとシマウマがこう行くやん、そうそう、サッサッサーみたいな感じがあって、タイムなんですけども、ぶっちゃけ TKD が、あ、スイさんから欲しいの、TKD もらいたくて、はい、僕が6秒69で、はい、よしきが6秒76でいきますか、はい、今回スイさんに上がってもらいました。はい、はい、タイムの発表お願いします。結果発表いたします。武田くん6秒69です打ち合わせがバレるって打ち合わせがバレる69と76です。69と76だね、はい、ごめんね、はい、69です、はい、結果発表いたします。やった、武田くん6秒69よし、はい、果たしてこれは素晴らしい動き出しですからね。しかも遊んでるそれに対してよしきくん6秒79。あ、76。スイさんが測った手で手にやってるんで、手なんで測ったの僕ですけど6秒76。あ、今日呼んでるあれなんで急にお母さん感すごい出るじゃんさっき姉ちゃんだったのにさお母さんちゃんとやってよさっき姉ちゃんだったのに6秒76と69 6秒69と76です。結果発表します。武田くん6秒79。違う、やばい、ダメだ急にお母さん感じる。はい、それでは、結果発表いたします。お願いします。武田くん6秒69。よし、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいですね。よしきくん6秒76。わー、まあぼちぼちじゃん。いや、向かってたしか悪くないって評価したいんですけど、うん、その前に水さんが無事に言えるかっていうところで着地したいや、水さん自分のフルの自己ベストフルの自己ベストこのままで3時間57分36秒です。あー、よかったよかったよかった。え、3時間え、うん、2時間だ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。